アニマロン。怪奇捜索、変身する女。作、真島文吉。男たちはこの寒い中 T シャツやパジャマを着ていて、軍手にスコップや携帯用削岩機を握っている。崖下の石混じりの土は大きく掘り返され、そこからブランド物の革靴を履いた足が覗いていた。クソ！削岩機を握った男が叫び、肩に担いでいたブルーシートの塊を地面に投げ捨てた。めくれたシートからは血まみれの女の顔が覗く。事態を把握したウサギが悲鳴を上げ、首から下げたホイッスルを吹こうとした。私はそれを横からむしり取り、ウサギを突き飛ばす。重々しい削岩機がウサギのいた空間を横切り、木に激突した。削岩機を投げた男がズボンのポケットから飛び出しナイフを取り出す。男たちは一瞬にして意思をまとめたようだった。他の二人もスコップを構えてにじり寄ってくる。私はウサギを見た。こいつが岩だらけの斜面を上がって逃げるのは不可能だ。私はウサギの胸ぐらをつかみ、そのまま道の外へと投げ飛ばした。崖下のさらに下の斜面、木々が立ち並ぶほとんど垂直の底をウサギの絶叫が落ちていく。私の行動に男たちが一瞬気を飲まれたようだった。私はキビスを返し、全速力で来た道を駆け上がる。風の音を縫って男たちの女性が迫ってくる。彼らの知能の低さを証明するその服装が今は脅威だ。様々な装備を収納した厚手のウェアを着ている私よりも、軽装の男たちの方がはるかに足が速い。石に足を取られて転びながらもすぐに追いついてくるだろう。死体遺棄の現場を見た私を彼らが見逃せるわけがない。背中から飛んでくるのは、殺してやる、逃がさねえ、めった刺しにしてやるとの脅し文句。県境をいくつも越えた果ての犯行露見。頭に来るのは当然だ。捕まれば本当にめった刺しにされて埋められる。私はウサギから奪ったホイッスルを投げ捨てた。同時に自分のホイッスルの紐も引きちぎり地面に落とす。男たちが一瞬迷って歩みを緩めるのが分かった。雪の降る山に T シャツやパジャマ姿で来て、長時間死体遺棄の場所を吟味したり土を掘ったりした後だ。正常な判断力は残っていない。私はケミカルライトを取り出し、木の幹に叩きつけながらばらまいた。淡い緑色に輝きながら転がってくる無数の棒状の物体に、パジャマを着た男が狼狽の声を上げる。私は苔脅しを続けながらジャケットを脱いだ。風雪が汗を一瞬にして冷やし、肌を鋭く痛めつける。私はジャケットから最後の武器を抜き取り、それ以外の持ち物を捨てた。猛然と追ってくる男たちは何度も地面に転び、石で額や手首を割っていた。すぐに背後に伸ばされた血まみれの腕の先に、私は水筒の湯を全部ぶちまけた。のぶとい悲鳴が二つ上がる。地に転がり、もだえ苦しむ仲間を踏み越えて、T シャツの男が私に組みついてきた。水筒で頭を殴るが、興奮しきった男はひるまない。もう少しでコースに上がれた。男が私の頬を殴り、地面に引き倒しながらのしかかってくる。暴力の嵐。私は拳を三つ受けたところで何も感じなくなった。頭がぼーっとする。風と雪と男の顔が世界のすべてになる。飛び出しナイフ、おそらく突き立てられたのは左のももだ。
男が体重を込めてえぐるのがわかる。痛みはない。ただおぞましさと腹の底から湧き上がる怒りがあった。少し考えすぎたようだ。いろいろと考えすぎた。このままでは何もかもこの見知らぬ男に奪われてしまうのだから、このままでは全てが終わってしまうのだから、もう細かいことを考えるのはやめだ。私は地面の尖った石を握り、ももをえぐるのに夢中な男の後頭部に叩きつけた。男が妙な声を上げ、私の顔を見る。その左目にもう一度石の先端を叩きつけた。男が地面に倒れ、うめきながら転がる。私は身を起こし、口に溜まっていた血を吐き捨てた。左目の潰れた男以外の二人は、都合の良いことに地面にうずくまってガタガタと震えていた。冷え切った体に水分を浴び、風雪によってさらに冷えて体温を奪われた。彼らを待つのは投資だけだ。私がホイッスルや無線を使わなければ助からない。私はナイフをももに残したまま、復帰する可能性のある敵に近づく。私は T シャツの上にまたがり、男の顔面を渾身の力で殴った。武将髭が拳をこすり、不快な感覚を伝えてくる。うなりながら手を伸ばしてくる男の小指をつかみ、もう一度顔の真ん中を殴った。もう一度。もう一度。もう一度。殴るうちに手首が熱を持ち、拳に痛覚が戻ってくる。どうだ、もう今は私の方が強いんだ。男を殴る私の唇が勝手に言葉を口走る。血まみれの敵の顔が昔の男の顔と重なって見えた。よくも殴ってくれたな、蹴ってくれたな、タバコの火で足を焼いてくれたな。私の金を返せ、人生を返せ。殴る、殴る、死ぬまで殴る。鳴り響くホイッスルの音が私の全神経を貫いた。真っ赤に濡れた手を止めると、その瞬間すべての指がいてつき、ひび割れる。私は動かなくなった男たちの中で数度呼吸を繰り返し、斜面の下に視線を向けた。木の枝と泥にまみれたウサギが土のついたホイッスルを口から離す。ウサギが足を引きずりながらやってきて、やがて私に抱きついた。私は白く赤い息を吐きながら、コースの上を走ってくる LED ランタンの明かりを見る。暴力の興奮に染まっていた脳が、ゆっくりと思考を再開した。